を作って、やりたいなと思って、で、大体ギター弾き始める時とか女の子にモテたいっていうのがやっぱり、ね、一つのあれなんで、そう、本当に大好きなあの女の子がいてね、みゆきちゃんっていう、沢井みゆきっていうのを、ね、覚えてますよ。沢井みゆきちゃんって肉立つ下の子だったんだけど、その子に捧げた歌があるんですよ。うおぉ、照れる照れるね。それをちょっと今日はね、その名もみゆきちゃん。素敵だよ、セーラー服のよく似合うちょっぴりおませな可愛い子、誰にも渡したくない僕だけのみゆきちゃんという歌ですね。